3月2日15日武田塾札幌校で受験勉強スタートダッシュイベントを開催します。詳しくは概要欄をチェック。皆さんこんにちは、武田塾の高田です。佐野です。今回のテーマは新ルートに採用、高田が掘り出した参考書3選紹介していきたいと思います。新しいルートが次々と武田塾チャンネルの方に上がっている頃かなと思うんですが、その中で掘り出し物というか、これ意外と今まで見落としてたなみたいな参考書っていうのがちょっといくつかあって、その中で特におすすめしたい新時代のスターになりうる参考書3冊紹介したいなと思ってるという、そんな言うね。まず1冊目、英文読解一つ分かりやすくです。一つ一つ分かりやすくシリーズの英文読解編ということで、この参考書構成が面白いんですよ、全部和訳問題です。英文がひたすらあって、それを和訳していきましょうっていう、ドリルみたいな本なんですよ、でこれどんな子におすすめかっていうと、英語が苦手で英文法を何のために勉強してるのか分からない子がこの本をやると、今まで勉強してきた英文法はこうやって訳すのに使えるんだみたいな、こうやって長文に繋ぐのかみたいな、文法と長文の橋渡しになる英文法の意味を、英文法を学ぶ重要性を教えてくれる本だなというふうに思ってます。今までだと、肘井先生の読解のための英文法とかあったじゃないですか、そのあたりとはこれどうなんですか。肘井の読解のための英文法はいわゆる理論ですね、どっちかというとレベルもそっちの方が高いです。ポラリス1レベルの文法はみんな身につけてこの本に入ってきてるよねっていう設定だと思うんですよ。英文読解一つ一つ分かりやすくはもっと優しいですね。 SVOCの確認とかのレベルから始まって、不定詞とか動名詞とか比較とか大岩レベルの内容ですね。大岩レベルで教えてくれる英文法の内容を確認で訳してみようみたいな、訳すのが苦手な子っていると思うんですよ。英語の長文とかを単語だけ目で追って、なんとなくこんな感じの文章かなっていうふうにフィーリングで読んでる子とかはこれやってほしいです。個人的におすすめなのは、非進学校の生徒で中学時代英語嫌いでした、ずっとね英語アレルギーがあって英語嫌いのまんまになっちゃってました、でもこれから英語頑張りたいです、そんな君におすすめしたいです。2冊目とっても優しい古文です。この本を書店で気づけてる人がそもそもあんまいない、著者の中西先生にはね申し訳ないんですけど、埃かぶってる書店とかも多いんじゃないかなっていう。これが発掘された時、どんな感じだったかっていうと、何かを抱えた高田先生が走ってきて、見つけちゃいましたって騒がしいやつ来たなと、全員注目見つけちゃいましたよ、ごちゃん参考書もうね、なんだこの人はって思ったわけなんですけど、確かにいい参考書なんですね、これ。そうですね、この本中身とかもね写して大丈夫って許可もらったんで中身見てほしいんですけど、本当に古文ができる人の頭の中が再現されていて、この通りにやれば古文苦手な人が古文ってこういうこと気にして読んでいけばいいのかっていうのが分かる、そんな本ですね。古文の文章って、省略が多いって言われてるじゃないですか、その省略をここ埋めてねっていうドリル形式になってて、例えば登場人物に丸しましょう、動詞のところに鍵括弧みたいなのがついてて、ここにじゃあ主語まず自分で入れてみてみたいな、普通何にもない文章だったら古文苦手な子はどこに主語を入れていいか分かんなくなるじゃないですか、でもこの本はめっちゃ補助輪がついてるんですよ。ここに省略補ってねちゃんとみたいな、で省略補わないと次いけないよねみたいな仕組みになってて、これ面白い本だなと思いましたね。そうですね、川野的にね、この参考書やっぱり押したいポイントっていうのは、古文ってイメージが大事なわけですね。ですね、古文ってそもそも空想の話じゃないわけじゃないですか。あ、確かに。あまりにもね世界観が違いすぎて、なんか空想の話とかさ漫画みたいなイメージ持っちゃいがちなんですけど、現実にもあった世界なわけなんですよね、そこのねイメージをこうリアルに感じられると、古文って面白いな、昔の人ってこんな感覚で生きてたんだなっていうのを感じられて、そうなってくると古文頑張ろうって気持ちが芽生えてくると、その補助としてこの参考書はなんと漫画がついてる。あーですね、その漫画もサポートに使いながら古文の文章を読める感覚を味わってほしいですね。最後にね、この文章のストーリーの要約みたいなのを空所補充みたいな感じで埋めるところもあって、古文の文章の本質って全部訳すことじゃないんですよ。全部訳せなくてもいいから大体のあらすじをつかむのが古文の重要なところなんですよ。そういうところも中西先生分かってるなみたいな、この本誇り埋もれてる場合じゃねえと、もっと多くの古文嫌いに届けと思って新しいルートに取り入れたみたいなところありますね、古文が嫌いっていう人が8割を占める科目、と言っても過言ではないぐらい苦手ですとかっていうね相談よく受けるんですね。そんな子ぜひねこの参考書を始めてみると、古文案外いけるんじゃないかとかね、面白いんじゃないかって思ってもらえる参考書ですね。富井の古文読解始めから定理の後に使うのがいいかなと思うので、ぜひ古文苦手な人はやってみてください。3冊目、船口の最強の現代文記述トレーニングです。これは記述の本です、なので難易度は当然上がります。国公立を目指す
す人たちが2とコマ線とか共通テストとかその辺はクリアして記述の対策をしたい時にやってほしい本なんですが、うん、これはねもう悩んだんですけど本当全員やってもいいレベル。でもさすがにね記述内向が記述なんでこの本やるんだよ意味わかんねえよみたいな感じになっちゃいそうなんで、うん、国公立のルートに入ってるっていう立ち位置ではあるんですけど、でも欲を言えば全員やってもいいよねっていう参考書になってます。この本の中身が船口先生が記述の問題を解くときにどう考えてるのか、記述のアプローチ方法まで書いてあるっていうところがこの本の魅力であって、今までもキャンパスのね現代文とか得点ダッシュの現代文とか記述の問題集はあるんですよ。でも記述の問題をどう書けばいいかって参考書って今までねあんまりなかったんですよ。クローズアップされなかった。船口の記述トレーニングは実際に記述の問題を書くまでのプロセスも含めてこういう風に考えて記述の問題を作成していくんだよっていう考え方が載ってるってところが一番すごいなっていうところです。こちらのね船口先生のシリーズあって、はい、まあ、人気な参考書なわけなんですけど、うん、この記述編って、はい、実際に使ってる子って今まであんまり多くなかったんじゃないかなと思うんですね。そうですね、うん、これも埃かぶってる系ですね。いや勝手にさっきは埃かぶせるのやめてください記述の書き方が学べるんで、これなんで私立の子にもおすすめしたいかって話をすると、現代文って基本記述も私立もマークも一緒なんですよ。文章から回答の根拠を探してそれを記述でまとめるか、その答えが選択肢にあるか探すっていう、最後だけ違うだけで本文から根拠、正解の理由を探すところまでは一緒の作業なんですよ。マークの子は横着しちゃうんですよね。本文から回答の根拠を探すっていうステップをおろそかにしてなんとなくで選んじゃう子って多いんで、ちゃんと記述まで書けるレベルになっておいた方がマークも正答率高くなるみたいな。次第の子でも余裕がある子はこの記述トレーニングやっちゃってもいいな。その方が現代文の本質により近づけるなと思いますね。本当によくあるのが、はい、早稲田の現代文ね、みんな難しいって言って、うん、ずっとね、うん、なかなか点数が伸び悩んだりとかして、はい、ひたすらねマークの演習を積み重ねちゃう子がいるんですけど、まあ、それもねもちろん間違いではないですよ、うん、そう間違ってはないんですけど、うん、そうやって実際に記述をやってみた子って、うん、そういうところがねやっぱ強かったりして、うん、高い点数を安定して出せるようになっていくっていう子は実際にいますね。船口先生の考え方がゼロからの最強の現代文よりもちゃんと反映されてるなって思う部分もあって、この要素ちょっとゼロからの方にも入れといてよっていうところもあるぐらい船口色が強いというか、うん、感動するような解説もあったりして本当おすすめですね。そうですね、はい、というわけで新ルートに採用した3冊の参考書をおすすめしました。これちょっと今の受験生にぜひ使ってほしいなって思う参考書ばっかりなので、ぜひね皆さん取り組んでほしいなというふうに思ってます。非常におすすめです。ぜひ皆さんやってください。今回は以上です。武田塾の公式 LINE から受験相談がより気軽にできるようになりました。最寄りの校舎にチャットで質問もできます。武田塾の公式 LINE は概要欄のリンクから。